ソニックも、今年で31年になりまして、まあ、これまで2D のクラシックソニックとあと 3D のモダンソニックと、まあ、2つのシリーズで、この30年やってきましたけども、これからの、ソニックを、作るにあたって、今までの 3D ソニックとは違う新しいチャレンジをしてより自由度の高い 3D アクションを作ろうという、目標のもとにこのプロジェクトがスタートしました。そうですね、最初にソニックフォースを、作り終わった後に、まあ、次のソニックをどうするかっていう、まあ、ブレインストーミングをしてたんですけども、やっぱり今までの従来のリニアな3D ソニックのゲームですと、やっぱりどうしてもその進化に、幅がないというか、もう皆さんの見たことあるゲーム内容にしかやっぱり作り変えることができないということで、このリニアなゲームプレイをどう変えていくかっていうところが一番プロジェクトの初期に、まあ、チームメンバーと一緒に、話し合ったところですね。まあ、先ほどお話ししましたように、このプロジェクトの、まあ、アイディアの、要因はリニアなソニックゲームをいかにこう自由度の高いアクションゲームにするかっていうところがスタート地点なので、まあ、いわゆるオープンワールドのアクションアドベンチャーゲームとは起点が違うんですね。なのでベースとしてはソニックの 3D アクションゲームをいかに自由度の高いものにするかっていうところで我々の考えたのがこのオープンゾーンという新しい、ゲームシステムです。いわゆるオープンワールドの、まあ、ゼルダとかその他の、AAA の、オープンワールドゲームっていうのは基本その世界をRPG とかアドベンチャーでオープンワールドっていうのを味付けしたゲームだと思うんですけども、このソニックの場合は 3D アクションゲームがコアであって、でそれをオープンなスペースで行うっていうところが、まあ、アイデアの起点なので、まあ、そういったゲームとはちょっとアプローチの仕方がオープンな世界に対するアプローチの仕方が違うというところが、まあ、大きな特徴ですね。はい、まずこのオープンゾーンの島では、まあ、いろんなものを見つけたり、そこにソニックらしい 3D アクションが楽しめる部分もあるんですけども、これとは別にもう一つ、ソニックらしい従来のソニックらしい、リニアなハイスピードアクションを楽しむ、ステージを用意してまして、こちらは従来の、モダンソニックシリーズの 3D アクションが好きな方たちが、楽しめるようにまあ、今までのテクニックや今までのアクションを駆使して進むアクションゲーム、このオープンゾーンと従来の 3D アクションを一つの島にこう一つに混ぜさせることで、まあ従来よりも幅のある 3D アクションを楽しんでもらえればと思ってます。まあ島で探索することが、まあ、このソニックフロンティアの楽しみの一つなんですけども、まあ、3D アクションをしたりその島を探索して何を発見するかというところですね。でこの島にはソニックフロンティアには、まあ、様々な仕掛けが島の中にしてありまして、まあ、その一つがこのパズルの謎の解きの部分ですね。まあ、こちらはアクションゲームのテクニックを使うものもあれば、まあ、頭を使うものもあるという感じで、さまざまなこう遊びをそのパズルの中に入れ込むことによってこの島をこう一つ一つこうアンロックエリアをアンロックしていって、遊べるエリアを広げるというそういう楽しみがあります。まあ、今回のソニックフロンティアはまあグラフィックの見た目も従来のソニックシリーズとは断然違うリアルな雰囲気を持っていると思うんですけども、ストーリーにしてもまあ、いわゆるソニックのゲームというのは、まあ、悪いことが起こった何とかしようっていうふうに、まあ、すごくダイレクトにお客さんに何をしなきゃいけないか何をするストーリーなのかっていうのが分かりやすく表現してたんですけども、今回のソニックフロンティアに関してはこの島にたどり着いたソニックが一体何をすればいいのか何をすれば友達を助けられるのかそういういろんな疑問に対してお客さんもソニックも一緒になって島を探してそれを見つけ出すっていうところがこのソニックフロンティアのテーマなんですね。なのでサウンドトラックに関してもまあ、いわゆるそのステージに合ったテンポのいい楽曲というよりはそのミステリアスな島の雰囲気を盛り上げる楽曲ということにフォーカスして作っています。
今回は先ほども少しお話ししましたけど、ミステリアスな島というところが、まあ、一つのこのソニックフロンティアの大きな舞台なんですね。なのでそのミステリアスな雰囲気を演出するためのグラフィックをうちのアーティストは心がけてます。まあ、本当に30年前からソニックのことを好きだった方はもうすごい大人になってるし、まあ若い映画とかで新しく入った若いファンの方もいると思うんですけども、まあ、これからのソニックブランドっていうのはやはりその若い子から大人まで両方をこれからもゲームタイトルやその他メディアでフォローしていきたいと思っています。まあ、そのための今回のタイトル陣ですけども、まず6月にソニックオリジンズが出ます。これはまさしく昔遊んだソニックを遊んだ方から新しくソニックをこれから始めようという方までまさに最適なソニックのオリジンズとなるゲームタイトルですね。でそれから今回のソニックフロンティアのようにもう 3D ソニックを遊び尽くした方にもがさらに新しい驚きが発見できるような新しいタイトルっていうのも作り続けていきますので、これからはそういうふうにタイトルごとにターゲット層を分けてこれからもソニックファンの方に作品を届けていきたいなと思っています。もちろん私は過去のインタビューでも答えたことはあるんですけども、ソニックアドベンチャーシリーズを、いつか継続させたいという思いはあります。で、ソニックアドベンチャーでもアドベンチャーフィールドという、小さなオープンなスペースがありましたけども、そういった技術も、今回のフロンティアに生かされてきているのかなと。なので、次のタイトルのことはまだ考えてないですけども、このソニックフロンティア の技術を使って、ソニックアドベンチャーシリーズをまだできたらいいなとは個人的には思っています。